春も皆さんこんにちは、のよちです。ということでね、本日はですね、ちょっと簡単な動画なんですけども、タイトルにある通り、今日はですね、ドラマ CD アニメ化説についてね、今日はお話ししていこうかなと思っております。いやー、まずね、こんな説がね、出てね、もうちょっと嬉しいんですけど、なぜね、一体こんな説が出たのかっていうことをね、まずお話ししたいなと思います。はい、ということでですね、先日 UFO テーブルさんのツイッターにこんな画像が上がりました。はい、こちら何かと言いますと、ドラマ CD 煉獄杏寿郎の使命物語の中から特に印象的な3つのシーンを書き下ろしイラストにしてお届けということで、なんでわざわざドラマ CD をいきなりイラストにしてお届けしてるのかということで、まあ、ちょっとまずね、このイラストね、めちゃくちゃいいんですよ。で、まずおーってなったんですけど、その次に抱いたものとしては、なぜこんなことをやってるのかとなぜいきなりこんなことをやってるのかと、ちょっとやっぱり疑問ではありますよね。で、まあここでね、リプランとかで、このイラストめちゃくちゃ尊い、アニメ化してほしいなとか、いろんなそんな意見があったんですけど、ちょっとでもなんか UFO テーブルさん匂わせてません？このイラストなんか匂わせてません？僕個人としては、これアニメ化してもおかしくないんじゃないかなと思ってますね。めちゃくちゃイラスト細かいじゃないですか。で、わざわざ、これドラマ CD、何のドラマ CD かと言いますですね、劇場版の豪華パンフレットについていたドラマ CD で、まあ、現在はもうパンフレットなんで、公式的な発売はされていないんですよ。もう、発売は終わっているんですよ。で、そんなもう忘れられたような感じのドラマ CD をわざわざ引っ張ってきて、しかもそれをこれ CD ですよ、音声しかなかったものに映像をつけてるんですよ、イラストをつけてるんですよ。もうなんでこんなことしてるんだと、ちょっとやっぱりそういうところ見ると、まあドラマ CD アニメ化してもおかしくないんじゃないかなと思っていますね。で、こちら第2弾のイラストとなっておりまして、第1弾のイラストはこんな感じということで、こちらもまあちょっとなんかアニメ寄りのイラストというかすごいいいですよね。で、まあこのイラスト見て思った方いらっしゃるかなと思うんですけども、煉獄杏寿郎さんと甘露寺蜜璃さんってなんでこんな一緒に仲良くいるんですかと、どこにそんな接点があるんですかってね、結構思ってる方がねいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、まあそちらのね内容がわかるのは煉獄外伝となっているんですよね。原作でもほとんど語られていなかった煉獄外伝の方でね、煉獄杏寿郎さんの過去、そして甘露寺さんの過去がね、同時にね語られているんですけども、まあ、皆さんそちらを見ていただけるとね、本当にね、こちらのねイラストも尊く見えるということでね、そんな感じで、まあ一応ね外伝ということでスピンオフではあるんですけども、後藤家小夜春先生もね、携わってるということで、まあ公式的なねスピンオフということで、まあしっかりとしたね煉獄さんの過去と甘露寺さんの過去ということで、まあ煉獄さんとね甘露寺さんは昔からねそういう仲がありますよということでね、そちらねちょっとね煉獄外伝見ていただけるとね、ちょっといいんじゃないかなと思っております。でね、まあ一応なんかオリコンのねアニメのニュースの方でもね、アニメ化を希望みたいな感じで記事にもなっていたんで、まあもしかしたらね、ちょっとアニメ化あるんじゃないかなと思っております。可能性としてはまあ40% ぐらいかなわかんないですね、まだ何とも言えないんですけど、まあただね、鬼滅の刃は本当にオリジナルアニメーションというか短編アニメ的なのあんまりないし、まあ今出てるものとしては鬼滅学園などが出ていますので、まああんな鬼滅学園をアニメ化ねするぐらいなんでね、まあこれもねちょっと短編アニメ化してもおかしくないかなと思うんですけど、あんまりでもドラマ CD をアニメ化するっていうのは聞いたことないですよね。はい、 CD なんで、もともと CD でもう収録されてるものであんまり聞かないですよね。ただまあすごい人気が今回ねあるイラストだったということで、まあ少しね UFO テーブルさんも何かしら動いているのか、まあそれかね、もうすでに動いていて、それでこんな感じでイラスト公開してるのかっていうね2パターンどっちかかなと思っております。はい、アニメ化するとしたらね、はい、まあ、個人的にはねちょっとアニメ化してほしいんで、まあ、アニメ化してほしいよという方はねぜひぜひこの動画にも高評価そしてコメントお願いします。はい、いやーちょっとね第3弾のイラストもね公開されるみたいなんで、まあそちらでね何かしらちょっと情報が発表されたらね嬉しいかなと思っております。ただまあこれ完全にアニメ化するってわけじゃないんで、あんまり期待しすぎるとねアニメ化しなかった時普通に悲しいから、あ単にイラストだけなんかいみたいなねパターンもありますから。
その辺はね、ちょっと可能性として頭にね、入れていただけたらなと思っております。はい、鬼滅の刃無限列車編もね、もういよいよね、第5話今週公開ということで、まあ、ちょっとねその辺も楽しみにしておりますので、同時視聴まだ一緒に盛り上がりましょう。ってことでね、この動画良かったよという方はね、高評価、そしてね、チャンネル登録よろしくお願いします。まあ、そんな感じの雑談というか、アニメ仮説ありますよっていう動画でした。うっばい。